皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の4日、19時19分、本日はまあ仕事終わって帰ってきたところで、まあ自分の YouTube になかなか、YouTube を作成しているところの画面になかなかつながらなかったので、まあどうしたらつながりやすくなるかのところは、まあ以前もそうだったんですけどね、自分の立ち位置みたいなところ、そこをコンピューター等に変えられている可能性が高い。それはホームページは IKS が記載している内容で固定してもらわなければならない。で、まあこれは、我が天下のプレイヤーの方の、まあ、ヒデキンという方だとは思うんですけども、まあ、YouTube のコメントで、高橋ヒデキと名乗ってたと思うんですけども、まあ、役者の高橋秀樹さんか、その娘さんの高橋マーサ、現在アナウンサーなのか、元アナウンサーなのか、ちょっとよく僕もわからないんですけども、対象者が多すぎてね、毎日そういうことを事細かに調べて、コメントするのは、もう不可能に近い、僕の知ることを理解していただいたら、かなりアナログ式の調べ方で自分が動いてね、交通費とか自腹で払って、まあ、いろんなことを調べ尽くしてる。で、そのデータは政府は尊重していて、当の昔から、国連はそれをもとに動いている。これは現実なんです。で、まあ、ちゃんと病院行ってくださいっていうことをコメントされてましたけども、僕は寝てるから他者が眠れてるとか、そういうわけでもないかもしれないですよ。これは難しい。で、正直今日もね、睡眠時間4時間ぐらい、でした。で、前日が昼寝込みで5時間あったかなどうかなぐらいですね。で、阪神タイガースが日本一になって、ヴィッセル神戸が優勝するまでの試合の間の間隔のところで、ヴィッセル神戸が優勝決まってからかな、どちらだったかな。7時間ぐらい眠れた日もあったんですよ。ただし、睡眠薬は一度使ったような気がします。フルゼトラ、なんか変な名前つけられてるんですけども、トラっていう名称が入ってる。で、それは意図的に昔から医療業界が薬に変な名前をつけてる。もや BM とかね。それは、内服薬の、まあ、胃薬みたいな形で処方されてますけども、その薬に意味は、まずなかったはずです。で、まあ、それは広告病院の医者がしっかりと言ってたんですけども、その人が橋本聖子という名前で、オリンピック関係の委員会になってた可能性がある。わからないですよ。顔は似てるぐらいだから。だから、もともとこの世の中がどうだったかっていうところをしっかりと分かっていたら、病院へ行ってくださいっていうようなこと言わないんですよ。で、ヒデキンっていうそのプレイヤーの方に、特にこれ文句を言ってるわけでもないし、もし高橋秀樹さん、役者の高橋秀樹さんだったらもう引退されてる年齢でしょうし、まあ、することがあんまりないから、まあ、とりあえず彼が作ったゲームだしっていうところで、他の人たちもプレイしてるしっていうことで、プレイされてるのかもしれない。もしくは高橋マーサーさんも一緒にプレイされてるのかもしれない。だからレベルが、相当、しなかった。あそこまでレベル上がらないでしょ。僕みたいに、僕まだ今レベル86とかで、やっぱりね、懸賞例で功績とか稼げるじゃないですか。で、あと、その銀札とか金札、あの辺のところで、まあ、銀札を集めて、その後、工場で、まあ、功績稼いだりとかになりますね。だから時間がない人は、そういう形になるんですよ。絶対的に。で、それで僕はいいと思ってるんですよね。そうじゃなかったら、実質、その、我が天下とかを作ってる別校さんの立場になったら、これはもともと僕の考え方でもあったんですけど、無料でも楽しめると。で、ただ、お金を払わなかったら、その、強くなれるかどうかのところは、また話が変わってくる。ただ、5年間、お金を払わないでプレイした人と、1年目で、お金をそこそこ使った人が追いつけるかって言ったら、そうじゃないです。そういうシステムでは作っていません。それはもともと私の希望で、そういうふうに伝えています。米高さんの方へ。中国名のね、その、陳なんとかっていう、正式名称、もう、読めないんですよ。僕も本当に。読み方忘れたりするんです。で、まあ、ホームページは YKSK の歴の 60.2 番で、まあ、GM が僕からの、まあ、提案とか、申し出に対して GM が対応してるっていうところ、その、
その GM って書いてますから、それはホームページは YKS スキャンの履歴、まあ、いちいちね、今の動画を一時停止押していただいて、皆さん各自で確認してください。これは事実なんです。で、まあ、中国のメーカーとしても、その全く収入がなかったら大赤字になって倒産して、せっかく買った家まで没収されると、まあ、こういうことになってしまいますんで、まあ、ある程度売り上げがなければならないという状態からのスタートだったんですね。今からもう7、8年ぐらい前ですかね。だからアイデアを提案した運動のところからで言うと、もともと本当は僕は20歳ぐらいの頃からそういう構想を持ってたんですよ。だけどもその頃の、通信容量だったら絶対できるわけがないと。で、そこまでたどり着くのにスマートフォンとか iPad とかそこまで普及しなきゃなんないっていう話になって、これは無理だと。そのインターネットでのゲーム、これも想像がつかないっていうことで、当時僕は結論付けていて、まあそこまでたどり着いたら、その内容を世間に開示して、まあ中国の方で作るのか、日本の、ゲーム会社で作るのかっていうところで、もう当時から大いに僕悩んだんですよ。で、まあ近隣の国と仲良くなるっていう部分も含めて、中国の方で、作ってもらったらどうかなって思って、まあ、そこから先はね、やっぱり、マイクロソフトさんと、マイクロソフトさんは Xbox っていう家庭用ゲーム機作ってるんですよ。で、皆さんが知ってる通り、日本がファミコンやスーパーファミコンで世界を席巻したんですね。で、その後、まあ、Nintendo 64と同時に、プレイステーションが、参入してきたんですかね。まあ大体同じぐらいの時期ですね。そこからそのソニーという大手家電メーカーが本気で、もともとエコロジーを掲げてるんですよ。DVD、かな、もともと。あれをこう、少しの電力でいいんですよ。くる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 回すのに。一回回し始めてしまえば。だから読み込みとかを光で行うことによって、省エネで、ゲームがプレイできると。だから車乗り回すぐらいだったらゲームでしょっていう話になるんですよ、本当に。だから我が天下とかでその400万使ってしまっていたとか、こんなに使ってなかった高級車が買えていたとか嘆かれてたプレイヤーの方たちにはぜひ知っていただきたい。ホームページは IKSケの日記の36番を見ていただいて、まあ、エネルギーの残存量問題、石油が残り54年分、ガスが49年分、これ先々掘っていく分も数量含まれてるんです。メタンハイドレート等もね。で、全然人類に余裕のない状態で、少しでも、エネルギーの節約をしなければならない。で、もう答え出てるんですよ。みんな電車バスとかでほとんどの人は移動できるから、仕事で絶対どうしても通勤とかで必要な人。で、ほとんどの人はこれに該当しないんですよ。どこでも電車バス通ってるから。日本に住んでたら絶対そうですよ。で、中国もそうだし、アメリカだってそうだし、ロシアもそうだし、ほとんどの国も絶対そうなんです。順序逆なんですよ。先に鉄道とかが敷かれて、その後車とかが普及しますから。なんでもう言い訳はみんなできない。そこでぐちゃ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 言い訳なんか大人になって敷いたら、結局、どういうふうな形で生きていかなきゃならないかっていうことを分かってない。これは性格的なことを言ってるんじゃなくて、もう石油とかガスが本当にないんですよ。じゃあもう節約するしかない。じゃあ車を作るときにどれだけ電力とかを使ってるのか。金属を採掘してね。で、運搬して、そこでも大量の、石油使いますよね。加工するのにも大量のエネルギーが必要ですよね。原発運動の話はもちろんあります。ありますけども、必要なことだけ電力使ったらいいんです。だって、ね。高いビルとか建てて、ダムより高いんだから。水の水圧なんか出てきませんよ。琵琶湖の標高は一番満潮時の時に一番高い水位で85メートル。それよりも下のところの80メートルが元々の琵琶湖の水位なんです。石門を作って85メートルまで上げてるだけなんです。それは僕のホームページの YouTube 見てもらったらわかりますよ。河川水、YouTube 一覧表、河川水門開閉式ダム発電、自然再生カナネギって最初書いてると思いますけども、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、それで琵琶湖を撮影しに行ってますから、もうそれずっと歩いて行ってるんですよ。滋賀県まで、早起きして、滋賀県行って、で、9時過ぎぐらいに到着して、で、ちょっと、電車
降りる駅間違えてちょっと行き過ぎたんですけど、まだ戻ってきてね、で滋賀県の駅でとある駅で降りて琵琶湖が一番近いところ、もう名所忘れました。で、まあ、徒歩で歩いて撮影して、京都まで行って、まあ、宇治川のところまで、もともと人が歩くような道じゃないから、歩き方もだいぶ気をつけていましたね。車にはねられるかもしれないから、角度的にね、急カーブばっかりだから、後ろから来た時にこうカーブを曲がっていった時のその先にね、左側に人が歩いてるなんか多分普通の人は思わない、絶対に。そんなとこ僕以外誰も歩いてなかったから。で、行き交うバス自体が乗ってる人ゼロだった。で、まあそれにはしっかりとした意味があって、河川水門開式玉祭りの地下水流トンネル発電しくじったらもう人類後がないんですよ。あと、蒲田発電も行わなかったら。要するに、日本語か英語かの違いで、まあ、バイオマス発電が英語だと思って僕言ってるんですけど、もしかしたら違う言語は元かもしれない。アメリカはもともと1700年の頃に、スペインもポルトガルも、フランスもイギリスもドイツもいろんな国が乗り込んでいってましたから、ヨーロッパの。だからもう分からない、いろんな言語が混ざってるから、本流がどこの言葉なのか。アメリカの人が喋ってるから必ずしも英語っていうわけじゃないんですよ。だから、まあ、分かりやすく日本で言うとかまど、昔、金属を溶かしてたんですよ。木とかを燃やしてね。で、それにはそれなりの技法があって、効率の良い高温の持っていき方っていうものがあるんです。だからそれで1000度以上の、高温にして、金属を融解させていましたから、それで加工してましたからね、昔は。人の力、人の手で。だからそういうような時代までかなりの部分で逆戻りしなければならない。で、特にワールドビジネスサテライトとかに強く指摘してるんですけども、例えばアマゾンさんのような倉庫で、コンピューターが動いてね、ロボットが動いて、まあ、棚から物を取り出して、持って行ったりだとか、僕から言わせたらナンセンスです。人間が手で持って運んだらいいんですよ。どうせ筋トレとかして体鍛えるんだから。そうじゃなかったら絶対体引き締まらないじゃないですか。筋肉とかつかないし。だから僕は今の仕事で、それはスタッドレスのタイヤの倉庫の、積み込みだったり積み下ろしだったり、まあ一日中、ホイール付きのタイヤを、まあ、積んだり下ろしたり、運んだりとか、まあそういうことを一日中してる、まあ力仕事ですね。まあ、家で筋トレしてるぐらいだったら力仕事があるし、まあなかなか人も集まってなくて困ってるみたいな、まあどちらかといったらきつい仕事だと思いますよ、体力的に。だけどまあ慣れたらどうということはない、体ができてきたら。それを僕は肉体労働の仕事でよく知ってますから、だから一回筋力が低下してしまうと、そういう仕事に再度つくっていうのは、これはかなりきついです、本当に。まあ、その辺のところで考え方とかの違いとかあるだけで、で、やっぱり人間が運搬するもん。だって電力使うんですから。電力使うっていうことはバッテリーがあるっていうことですよ。ロボットを運搬するロボットを加工するのにエネルギー使ってるんですから、大量の。で、出来上がったロボットを運搬して運んできてるんでしょ、工場に。で、さらにバッテリーは今からの時代、電気自動車化で必要だって言ってるのに、ね、使い方全然分かってないでしょ。世界中の政府上層部に僕の話が行き渡ってるのに、このありさまですよ。これが世の中の現実ですもの。だから河川水門開式弾発電と地下水流トンネル発電とバイオマス発電と、今のところは原発があるから、日本のかなりの地域で、田舎の方ですよ。田舎の方はプロパンガスとか、ボンベをね、運んで、家の横にこう装着してね、家庭用の、ガス、まあ、調理だったりだとか、風呂だったりとか、そういうことに使用されてますから、だから、そういうふうなところをオール電化にして、自然再生可能エネルギーで電力 100% 賄えるところまで、あとは、まあ、最初のうちは原発に頼ると思いますよ。で、すでに2003年から個人情報保護関係が出来上がって、人口は女性と、この両サイドをね、女性、男性が生まれてくる数だと思ってください。こういう形でずっと進んできたんです。すごい勢いで減ってきてるんです、生まれてくる人たちが。で、今度は、今は少子化に対して対応しなければならない時期であって、極端すぎたんですよ。
で、もともとの人口統計自体が、実際に日本で今住んでる人たち の, あの数で表してたものじゃなかった。で、それを今政府は手こ入れして海外からの死亡届とかかき集めてきて、特にあの90歳以上の人たち、第二次世界大戦ぐらいの頃の人たちですから、それぐらいの年齢の人たちで、その海外から死亡届がね、回ってきてないから、もしくは二重国籍でっていうことで、他国で死んでも、死亡届が来てないだけでっていうだけで、実際ね、家の件数との比較をすると、人口が日本人半分ぐらいででもおかしくないんですよ、全然。本当に。全然笑い事じゃない。だって、垂水区なんかちょっと前なんか22万人って表記されてたんですよ。その頃、神戸市北区は27万人ぐらいで、神戸市北区なんか10万人いたらすごい方。15万人いたらものすごい方。もう簡単。家の件数とか大体知ってるから。で、さらにそこから空き家引くから、ありえない、ありえない。多分もう10万人ぐらい。だから、その表記してる人口はどこも半分以下なんですよ。サンダなんか3分の1ぐらい。だからもう、普通に考えたら半分以下になるのが順当。いやだからね、安倍政権の頃にそれ、国連通して言って、で、ここ4年ぐらい前から人口が減ってきてるんですよ、日本。それだけ死亡届がたくさん集まってきて、最初の頃はね、現の数が10万人台だったと思いますよ。で、昨年が40万人を超えてるんですよ。これは、現場で、その、追跡調査。その、この国で死んだけども、この人は、本流はどこの国の人だったかっていうのを、これ、世界中で、行ってくれてるはずですよ。日本が一番最初にしたかもしれない。だから余計に人件費がかかるし、地方交付税法とかもあって、各都道府県に入ってくるお金っていうのは決まってるんですよ。人口に合わせて。だから、もしかしたら、頭の中でどうしても死亡届とかなくて、その方が政府としてはお金がたくさん各都道府県に入ってくる。これが頭の中にあったかもしれない。本当はこれ大嘘で、ものすごい詐欺なんですよ。放置してると。っていうところから始まって、ちゃんとね、世界中から死亡届出してもらってるんですよ。口座差し押さえられるから。公務員の人の。本当の話でこれ言ってます。大真面目な話の方で、ね、本当に法律フル稼働で、じゃあどこからどこまで横領やねんっていう話になったら、そりゃそうでしょって。今まで横領で捕まえてきた人たち、あなたたち税金で公務員の人たちお金、ね、給与もらってたんでしょって、一般人の人たちよりもかなり高い金額だったわけでしょって。これ嫌味に言ってるんじゃなくて、状況ちょっと分かってくださいと。ね。だから、車を乗ってる人たちは昔こんなにいなかったの。だけども日本の、例えば阪神淡路大震災があった、僕は神戸市兵庫区生まれなんです。生まれも育ちも、高校2年生まで。で、阪神淡路大震災が1995年にあって、当時高校2年生、その年で3年生です。で、その時に、神戸市北区の仮設住宅、藤原台にできて、そこに引っ越ししたんです。12階建てのマンションが全壊で。L 字型のマンションだったんですけども、一番上なんか、開いてましたから。足から、渡るときにね、もう、離れてしまってるんですよ。だからこれ、L 字型だから、こっち側の方が傾いてるのか、こっち側の方が傾いてるのか、わからない。多分両方ともダメージこう持ってる。っていうのは、やっぱり中心のところに向かって、これ、2棟をこう立てたようなものをくっつけてるだけだから、12階建ての分譲マンションが。だからこことここがぶつかり合って、やっぱり、真ん中の方の家が、L 字型の真ん中の方にあった豪室の、家の人たちが被害が一番大きかった。で、自宅の裏手が夢の、幼稚園っていうところで、表の方に倒れたら、まあ、片道2車線で交通量の多い道路なんですよ。で、裏に倒れたら幼稚園に直撃する状態だったんですね。僕が住んでるところの家の位置は。で、こちらの方は、まあ、裏に倒れたら、後ろの方に倒れたら、隣の、分譲マンションか公営住宅か分かりませんけども、忘れましたけども、そこに直撃すると。で、そこも結構弱ってると。もう多分、もう、両方とも、もし倒れたらもう、倒れてきた方はもう、まず間違いなくアウトでしょうけども、倒れられた方もまず耐えれないでしょ、あんな大きなもの。そういうふうにはもともと設計されてないし、もともともう、その、もう一つの裏の方に倒れてこられた時の、その、同じような12階建てのビルがあるんですけども、そこの1階のところ、かなり亀裂走ってますもん。阪神淡路大震災の頃からの建物ですから。それもまだ、そのまま使ってるところですから、だから、この世の中のことについて、どれだけ
みんなが真面目に対応できていて、それを理解できてるからなんですよ。理解できてたら、その対応の仕方が自分が正しいって思えるから、それは苦しくはない。で、まあ、病院行ってくださいよの件で、睡眠不足の件を指摘されてるんでしょうけども、僕はあれこれ言ったから、僕とかそういう人たちが睡眠不足になってるわけじゃないと思うんですよ。で、間違えた方法の天気の晴れのさせ方とかを考えてる人たちとかは存在する。それは、例えば、この間、新幹線のチケットを買いに行った時に、チケットを買った瞬間晴れました。一斉に空が快晴。それまでだいぶ雲が出てきてたんですよ。だからそういうふうなことが、分かってない人たちが、ずっとね、ごちゃごちゃ言ってきたり、科学業界とかで変な設定をしているのか。だからその辺のところなんですよ。だから寝ていても、晴れるときは晴れますから。逆に。こんなこと昼で何回も実証してますよ。昼寝した方が空から雲がなくなっていくって。ね、何も知らない人が僕は YouTube とかで撮影まで行って天気についてのところとかもあるし、台風についてのところとかもあるし、そういうふうなところを全然見ないで勉強したつもりになってたんでしょ。世の中のことの勉強ってそういうことじゃないから。で、そもそもあなたたち法律のことに関して、淡井圭介にとやかく言うぐらいだったら、弁護士さんなしで本当に裁判買ったことあるって、そんなの僕30歳できてるよって。そもそも実力あるのって。嘘使用して金稼いできた連中、裁判だったら絶対負けるよって。法律面の第何条とかそういったところの、そういうふうな書き方をしないだけで、裁判官は求めてるの。何々法の第何条によって何を求めてるのか、これを記載してくださいっていうことを言ってきてるの。それは棄却イコール敗訴じゃないの。勝訴でもないの。裁判が始まってないだけなの。さまざまな法律を見てそれが分かるのか分からないのか、事件は継続中なのか継続中じゃないのか、そういったことが分かるのか分からないのか、それぐらいのことなんですよ、簡単な。だから自分たちで裁判したことあるのかどうかっていうこと。だからそれは弁護士さんに任せたらいつまでたっても分からないから、自分で書類作ったりしないと。自分であれこれ悩んで裁判所で裁判始まった時に、案外常識の世界とあんまり変わりがないなっていうこと分かりますから。で、だから科学業界がどういうふうなルールの設定をしているのか、それは分からなかったら僕も無理ですね。だから、この間、その、香港競馬について、G1 4つ勝ちに行くみたいなことを言いましたけども、それが原因で寝不足になったのかもしれない。ただ、それは大きく時間を、割いてるわけじゃないし、それを、その睡眠時間どこに行ってるのって、神がかり的な力で睡眠時間を分けれるよって、そんなことぐらい昔から知ってるよっていうことなんですよ、僕は言わせたらね。だからコンピューターが神がかり的な力を見つけてしまっている人間を音を聞かさなくても強制的に起こせてしまう。さあどうしましょうっていうことですよ。AI が物事を動かしているのか、人間が物事を動かしているのか、そもそもその仕組み知ってる人たち、世の中にどれだけいらっしゃるんですかって。政府上層部でも、総理でもって。正直わからないでしょって。それ神がかり的な力の世界を詳しくわからなかったら無理なんですよ。勘違いするから。睡眠不足イコール晴れたと勘違いしている連中がたくさん存在するから。全然違います。だって新幹線のチケットなんか朝の10時からの販売ですもん。気分が晴れてるんですよ。気が晴れる。ね、ここで淡井さんがもし多くの人が気にかけてる。新幹線のチケット買えなかったら、皇居行けなかったら、河川水門開式玉発電、地下水流トンネル発電とかもしできなかったらどうするのって。エネルギーの当てないよって。人類滅びるよって。しかも日本なんか、そんなに遠い話じゃない。この今の状態だったら10年後に石油とガス両方とも輸入が止まってもおかしく全然ないですから。それ分かってるんですかっていうこと。それ分かっていて神がかり的な力とあの世の人たちが見てるなっていうところまで両方分かると、道理で新幹線のチケットを手に入れたら空が一気に快晴になったなんて、こんなことぐらい簡単ですよ。分かるの。心が晴れるから。僕自身の心が晴れてるのもそう。ここでチケット手に入れなかったら、はっきり言って皇族の人たちは忙しいんです。もともと宮家がたくさんあって、その時に役割分担していた仕事が、例えば眞子さまは結婚されていなくなった、その分の、例えば眞子さまがペルーに、行ってましたけども、代わりに佳子さまが行くようになった。佳子さまが他の部分も担当するようになった。これ最後、悠仁さまだけになったらどうなるかっていうことをよくわかりますよね。無理ですよ。絶対無理です。今の皇室の人たちのその行事を減らさなかったら無理です。
そしてそのペルーとかの訪問は行事として扱えないですよね。だから移民の問題の話したでしょ。移民先ペルーもありましたから。だって日本の政府は本当は恐れて行かせましたもん。ブラジルとか。ブラジルの方が富が栄えてるって。けどブラジル行ったところで、そのブラジルの言葉も喋れない人たちが何か仕事できるかって、もう農作業しかないですもん。だから日本人も農作業させられていた。これは第二次世界大戦の前の頃だったと思いますよ。最初にブラジル渡っていた人たちはね。だから朝鮮半島とか、海外の移民政策自体は第一次世界大戦の後ぐらいだったんじゃないですか。で、国際連盟、国連の前の、国際連合だったかな、ちょっと名称、もう一度見てみないとわからないですけども、その最初のね、国連の、国際連合のその、できる前身の、まあグループ、そこに日本も最初入ってたんですよ。で、アメリカは参加してなかったんですよ。で、日本も、脱退してしまって、その頃はね、20カ国から30カ国ぐらいですね。30カ国なかったかどう、あったかなどうかかなぐらいの数だったと思いますよ。だから、世界中で見ると、ある程度の先進諸国は集まって、なんか勝手に物事を決めてるなぐらいの話で、で、実際自分がね、仕事としてそういう役目を負った時に、現行の違うところに行って、資源の採掘から、仕事の仕方から何から何を教えれるかって言ったら、世の中そんなに簡単じゃないですよ。だから今でもね、その、医療業界とかで、まあ、不正行為が、大っぴらに行われている、精子が生産されない薬だとか、そういったものを大っぴらに売ってる時点で、世の中まともじゃないんですよ。まだ第二次世界大戦の、その、暴力によって民間人を押さえつけてた歴史のその方法が残ったままになってるんですよ。で、そこであなた病院行けって言うんでしょ。どうかしてますよ。僕の方とどちらが世の中のことよく分かっていると思います。あなたたち、戦う過去はありました？その人たちと。もともと警察官とかですよ。悪いことしてた人が最終的に精神病院の医者になるんだから。そんなダーティーな仕事を本当は回されたくないから。簡単。その人たちを本当は訴えられたらどうなのか分からないから。そしてそういうふうな社会じゃなかったら、まともな社会なんかずっと続かないですよ。ね、エネルギーの残存量問題とか関係なしにずっと車を売り続けて、で、純利益が年間で、1兆何千億円持ってた。だからどうしたんですかの話に切り替わるでしょう。全く売れないのも、それはそれで問題かもしれませんよ。だけども、もう今の時代はほとんどのところ、電車バスがもともとあって、自動車が普及してしまって、バスの本数が減ってしまったんですよ。だから余計不便になったんですよ。真面目に生きてた人たちが。ただ僕みたいにフルーツラーパークで早朝出勤とかある人たちとか夜終わるのが遅かったりとかね、あれは送迎バスがなくなるから、そういう立場の責任者みたいな立場の人は、やっぱり車で通勤するしかない。で、それは実費で買うものだから、それはあんまり正解だとは僕も思えない。だって車検があるでしょ？任意保険があるでしょ？オイル交換があるでしょ？で、通勤で何年も乗ってたらもう、ちょっと遠いところだったらね、出勤日数多いところで、だったらもう1、2年でタイヤ交換しなきゃならないでしょ？お金かかってばっかりじゃないですか。僕、駐車場代も払ってましたから、だから、それが割に合うのかって言ったら、本当は違うんですよ。ある一定の売り上げがあって、そこから給与っていうものは出てくるものだから、民間の会社は。だから、地方交付税法があるから、公務員も本当は同じなんですよ。だから稼がなきゃなんないじゃないんですよ。それしてしまうと、早く石油とかガスがなくなっちゃうから、絶対ダメなんですよ。だから余分なものを作らないことと、あと、そういうような薬とか化学の電波によって人を、暴力によって、ね、押さえつけて、言論の自由を奪って、何もできない人類にして、パッパラパーばっかりにして、事実そうだからエネルギーの消費量ずっと増えてきたんじゃないですか。本当のことをみんなで言ってればよかったんですよ。テレビ局のアナウンサーとか。ずっと言い続けたらよかったんですよ。だけどそれだけの根性がなかった。それはなぜかって言ったらお金の流れがあったから。ね。民間のテレビ局は CM 料で会社の売り上げがあった。アナウンサーの人たちも自分たちの仕事としてアナウンサーとして生きてきた。そこで売り上げがなくなってきてしまったら、やっぱりフリーのアナウンサーにさせられる。正社員雇用じゃなくなる。
ずっと永続的に仕事があるわけじゃない。退職金だってどうなるかわからない。もともと不安定なんです、どこ行っても。この世の中。で、どこの会社見ても、その大企業はそこの一族関係の人たちが生き残れるような形に、どうしても株の世界だから、そうなってしまうんですよ。だからそこで結局、平等不平等とかが一体何だったのかっていうことになるんですよ。で、僕は高卒なのに、30歳で弁護士なしで裁判があって、裁判官にはこう言われたんですよ。神戸市立ホテルフルーツラーパークの課長としてどうですかと。月給30万です。どうされますかと。で、その時の僕は、いや、他にも訴えなければならない件がたくさんあるので、そちらの方を先に、対応させてくださいと。それからで、ね、話いいですかっていうことで、まあ、その話で、まあ、動くときはまだ私のところに来てくれたらいいっていうことを、その裁判官の方が言ってくれたんですが、矢野裁判官だったと思います、女性の。まあ、女性の裁判官と何回か裁判を行ったときに対応してもらったの。男性の裁判官ももちろんあるんですけども、あんまり裁判たくさんすると、何がわけわかんなくなります。で、秀和株式会社の件も、訴訟費用の救助申請が通って裁判始まっていて、もう一つ公務員の主査を訴えたんですよ。で、そこは、精神病院入りながらでも、そのまま継続したったんですよ。多分そこは公務員が警察とか動かして、もしくは、電波の仕組みによって、テレビ局の人間とかに電波で聞こえてくる内容、資本人が思ってることとか喋ってることとか、現実とかから違う内容とか聞かされてるんですから。ね。僕は今まで言ってきた内容で全部正解なんだから。誰が僕に裁判勝てるの？大体、第二次世界大戦で、そんな薬、精神を生産されなく薬、なる薬とか飲ませてね、この辺で、じゃあ、障害児の人たちが生まれている、その収容施設とかあるのは、複数あるの、これ なぜなのって、精神病院のことじゃないですよ。別にあるんですよ。っていうことは、一般的に健常者として生まれてきて、今僕のことをどう見ても健常者として見えるでしょ、他の人たちも。こんなに賢い人、なかなかいないよって、ホームページの淡井圭介の歴史を書いている内容とか、集めてるデータとか、ちゃんと目を通した人間は、村長そこらにいる人間じゃないっていうことはよくわかりますから。で、だこれね、もともと、政府上層部の人たちでも僕みたいな意見を持つ人たち多いんですけども、まあ、その時の実力がある限り、年齢に合わせた通りの月給でいいんじゃないかっていう話があるんですよ。総理とかになると全然違う金額になりますけども、大臣とか100何十万でしたっけ、一月200万超えてましたっけ、総理は。ね、ちょっと政務官とかの人の数字とちょっとごちゃごちゃになってるんですけども、まあ、都道府県知事とかも金額高いですよね。神戸市長も金額高いですよ。大臣近く、まあ、国会議員の人と同額ですかね、2200万ぐらい年収。だけども、人口はこれ全然違うかったらね、それだけもらえますかって言ったら、それ話違うでしょって。お金持ったらお金持ったで、それだけいろんなとこ飛び回ってね、海外旅行とか行って、高級車とか乗り回して、高級車って重たいんですよ。原油たくさん消費するでしょ。作ってる段階でたくさん消費してるんですから。そもそも金属をたくさん使用してる時点で、金属を消耗させるでいいんです。だんだん錆びていきますから。それは錆びた車を見たことない人たちの考えることであって、実際車は錆びていくんです。手入れしなかったら。大真面目な話。で、みんながみんなそれできるかって言ったらできないんですよ。矛盾するから。稼ごうと思ったら仕事に時間が回る。仕事に時間が回ったら車をそこまで整備できない。なんかしょっちゅう車洗ったりとか、車の中掃除ばっかりしてるなって。車のことばっかり気にしてるなって。俺何のために生まれてきたんやろ。仕事と車だけの人生だったのかなって。結婚しなかったらそうなっちゃう。その家買った時に、本当はもともと僕は子供の頃から言われていたのが、家か車どちらかなんですよ。車買うんだったら家買うも諦めた方がいいと、一軒家。ただもうこれ値段によるんですよ。3000万円を超えるような家買ったらもう車絶対諦めた方がいい。もう今の世の中も絶対違うから。だって、北新ビルのところも、もともと、その、戸籍謄本とか、まあ、現戸籍謄本の方ですが、あと住民票とか、そういうふうなところの窓口の人たちとか、もう人材派遣会社の人たちばっかりになりましたから、そこのフロアに、公職員証を持ってる人いなかったんですよ。本当の公務員の人は公職員証っていうものを持ってるんです。それは法律でそうなってます。
だからどこ行っても人材派遣会社の人たちばっかりで、2002年の竹中平蔵さんが大臣の頃に僕がサンパレスロッコで勤務してる時に竹中平蔵さんも会いに来てくれて、その時仕事の絶対数を教えてくれたんですよ。今で正社員の人の、数は2400万人台分しかないですと。とにかく君もどこかで正社員として働けるな、そこに入り込まなかったら、嫁探しも難しいですよと。なぜなら女性がある一定の収入を求めてくるから。な、ここは大きくずれてたんですよ。阪神・淡路大震災があって、ね、民間企業はどこもかしこもズタボロになって破産法を、ね、裁判所でこれを受けてもらわんかったらもう我々の人生どうにもならないっていうような三親等以内の請求とかあるから。病院とかでもお金を払ってなかった三親等以内の請求、弁護士とか頼んでかけてくるんですよ。三親等以内の請求っていうのは、例えば、僕の家族、兄弟とかが、借金作って、父親経由で僕。これが三親等。で、それは僕は、司法書士さんの方でガードしてもらいました。それは法廷でこちらの、生活状況とかいろいろ述べたら、それはもう請求できるものではないですか。もともと生活保護者からはお金は取れない。法律でそうなってます。だからもともと、この世の中仕事の絶対数があんまりないんですよ。で、そういうふうに借金ができた時に、三親等以内のところで、誰か生活保護者になって食い止めなあかんのとちゃうかとか。そういうふうな話をする人たちっていうのは昔からいるんですよ。そういう現実をご理解されてますかっていうことなんですよ。だから高橋英樹さん、その役者さんだとすると、60歳か60歳超えても仕事あった方でしょう。だからそういうふうな方たちとの世間一般の認識って全然違うんですよ。後の人たち非正規雇用だから、退職金なんか今までほとんどではもらえてなかったし、住居手当、扶養手当なんか、今民間企業の半分以下の人しかもらえてないんですもん。民間企業じゃない、社会に出て働いて、まあ、あのデータなんだかな、民間企業のパーセンテージだったと思いますね。48%ぐらい。住居手当、扶養手当、両方だったかな。住居手当か扶養、住居手当だけだったかもしれないですね。住居手当が出てるところの民間企業のパーセンテージが48%だったかもしれない。これも平成時代の頃ですよ。十何年の頃です。そこの状況もっと厳しくなってるんですよ。生まれてくる人たちがこういうふうに減ってきてる以上、市場はどんどん小さくなっていってるのに、出店させてくる人がいるんですもの。昔からそうじゃないですか。もう、だから高橋、本当に高橋英樹さんだったら、今70代ぐらいですかね。だから、いろいろ倒産されてきた人たちいっぱい見てきたでしょ。で、街中歩いていても、これ、やっぱり車に乗っていたらなかなか気がつかないんですけども、歩いていたらね、どこの店員さんが変わってるとかわかるんですよ。で、歩いていたら、どこの店舗が潰れたなっていうのが分かるんですよ。だからそれ見たら、世の中本当に厳しいなっていうことがものすごくよく分かるんですよ。だから、その睡眠不足にさせられてる人たちがテレビ局の人たちに存在するから、じゃあそこで、なぜそうなったかを言ってもらわなかったら僕も対応ができないし、僕自身が睡眠不足にさせられてる。で、僕は違法行為したのかっていうと話違うでしょ。もともと春山整骨院は解体されているのであって、昔に。で、向こうに、たむろしてくる連中が散々、淡井圭介に挑発行為を言ってきた。ストーカー行為違反、つきまとい行為。何回したのって。これ刑法だったら、再犯加重。ね。挑発行為。迷惑防止条例違反、裁判妨害。いっぱいある。それ何回したのって。いや、だからもともと1956年に売春防止法が出来上がってるから、政府上層部に警察官も、検察官も、裁判官も含めて、エロ業界、売春回収を認めてしまってた人たちがいたと。法的に取り締まれなかったと。1956年までですよ。で、急にその法律を作ったところで、そこから20年、30年と、テレビ局だってエロ番組とか放送してたんですから、一般地上波で。でももう、今も見当たらなくなったでしょ？じゃあ誰がその辺のところ頑張ってきたんだって言ったら、僕の先代の人たちとか僕だったりするんですよ。で、特に僕を軸にしてかなり大きい物事が動いてるんですよ。で、警察官とかでバレたら困る人たちとか、そこで便乗してやろうって思ったんじゃないですか？わからないんですよ。
単純に、ただ流れだけでね、多くの警察官の人が、その、病院に連れて行けば、自分たちは仕事したと勘違いしてる警察官が、本当にダメな警察官いっぱいいるんですよ、本当に。全然違うから。みんなの税金ものすごく使わせてるから。一月で100何十万。で、それが、そのちょっとしたことで連れて行った内容と比較して、それ、今度病院から請求されるから、この間まで働いていた人が1ヶ月も入院させられた、2週間でもこれかなりのものですよ。これ相当な器物損壊とか、もうすごい悪いことしなかったら、普通裁判所でね、あの、保釈金とか罰金とかが、例えば50万とか100万なんかなかなかいかないじゃないですか。ちょっとどうなったなんかで、もともと裁判なんかならないでしょ。大体僕、この間の件とかだったら、花山生活で最初普通に言ったけども、とぼけられたんですよ、へえって。その映像見ました。その後、奥の方の人間まで聞こえるように大きな声で言ってるんですよ。で、エネルギーの残存量問題は建物出てからクスモトっていう人間に言いましたが、そのクスモトっていう人間も前から来てる。だから介護で稼ごうっていう考え方自体が間違えてたんですよ。みんなの税金までもらってね。だって車に乗って現れるもんな。無理じゃないですか。根本的なところで人類全体が生き残る話をしてるのに。その人たちの金儲けなんかどうでもいいんですよ、はっきり言って。で、そのお金で車買った？しょっちゅうその辺ドライブしちゃう？意味もないのにショッピングモール行っちゃう？車で歩いて行かないで？どうしようもないじゃない、そんな世の中。これが今の世の中の現実。だから車を作ってきて、その車でね、社会全体が、売り上げが成り立っていたっていうと、全然そうじゃないですから。ちょっと前の自動車メーカーとかは、そこまで大きな売り上げはなかった。年間で純利益が200億出たらよかった、トヨタでも。今1兆数千億円。だけども、その内容は間違っていたっていうことになるんですよ。神戸市兵庫区でも阪神淡路大震災の前は一軒家の家に駐車場なんかまず絶対なかったんですよ。9割以上。本当ですよ。だけど今駐車場ができてきた。まあその、まあ、10代なり20代、20代なり30代なりのその駐車場はね、まあ街中のどっかにあるとかあったんですけども、けどそんなもん全部足してもなかなか100台なんかいかない。兵庫区だけで見ると。だから、東山町で言ったら、三井住友銀行の前のところ、あの駐車場は、昔は駐車場じゃなかったんですよ。阪神・淡路大震災の前から駐車場だったかもしれないけども、僕は子供の頃の頃は駐車場じゃなかったんですよ。本当に。まずない。当たり前、第二次世界大戦があったから。僕が生まれたのは1977年。東京都の贅沢ぶりとか高いビルを建てる連中、バカと猿が高いところが好きだってあれほど言われたのに、テレビでもいっぱい言ってるでしょ。だけども、作っちゃうんでしょ、高いビルとか。だからそのもん威嚇行為として大して変わらんから、それでお金を持ってるとか力があるって見せつけていたのって。違うよって。高かったら高いだけエレベーターたくさん動かさなきゃならなくなるじゃないって。エネルギーの残存量問題とか、あなたたちが全然何も知らなかった無能な人間だったっていうことを露呈してるだけじゃないって。どこかしこの大卒でって。何が一級建築士なのって。3級まで下げなさいって。昔僕は20歳ぐらいの頃、僕は言いましたよ。で、万博出て、こう、なんかちょっと改善しましたとかで、安藤忠雄さんがね、淡路花博2000年、建物5階建てぐらいの高さで、作りましたとか言ってるんですよ。じゃあ最初から万博とかせんかったらね、もう話は最初から簡単、エネルギー消費してしまい、全然もう仕事して成り立たない。半年だけの仕事なんか増やしても絶対しょうがない、本当に。ちゃんと社会保険入って、年金の課金が厚生年金と国民年金、あと他に国民年金基金3階建て、余裕あるとき、たくさん収入があるときにかけてる人たちとかだったら、今までの課金に2000万以上あったら、これね、60歳からの受け取りか、65歳からの受け取りか分からないんですけども、その年によってやっぱり変わってくるものあるんです。で、2000万はかけてなかったら月15万ないんですよ。
ほとんどの人がなかなかそこまでたどり着かない。女性ではまず無理。半分以上の人は無理、絶対に。もともとそうなってる。データで。それもホームページにちゃんと書いてる。割合まで。何万円の人が、何万人だとか、男性で、女性でだとか、そういう一覧表をちゃんと作ってますよ。だから31万以上の人なんか、だからもう国会議員とかなって、もしくは、だからトヨタとかのああいうふうな大企業の、その役員の一族で、で、株を持ってるだとか、そういう人たちじゃなかったら無理ですよ。もともと、普通の生き方だって。普通っていうのはもう多くの人の生き方。当てはまる生き方。もうこれがこの世の中の実態ですもん。僕は病院行ったら自分が眠れるとか何か勘違いしてる人がいるんだとしたら、それは違う、全然。全然違います。そういうものじゃないんですよ、根本的に。だから、警察官の、その、言い方がちょっとしくじっただけで、僕、睡眠不足とかにされてますもん。家の中で、家の前でたむろした連中がいた、で、通報した、来た時に、いや、我々が来たけどもいなかったよって、もう逃げていった連中ね。その場合どうなるかって、僕は睡眠不足。事実としては本当にいたの。じゃあ、エシロンとか富岳とか一体何だったのって。電波で人の音声とか拾っていてね。そこまでしてるのに、一警察官の嘘を認めるのって違うじゃないって。本当にあったことだけにしないとって。だから警察官の人も言葉のチョイスを絶対こういうふうにしなければならない。君の言ってることが本当だったらそれでいいって。これ。警察官に権限なんか絶対持たせちゃダメ。昔もその話。で、そのことを警察官が自分たちへ、自分がどんな言葉のチョイスをしたら、一般人の人たちがどういうふうな目に遭うかっていうことを知っておかなきゃなんない。じゃあテレビっていう組織は何だったのって。あの人たちあんだけ嘘言って大丈夫なんでしょうって。ルール法律じゃないじゃないって。何なのルールって。今までのトータル内容で物事見てないでしょっていうことになるんですよ。だこれは難しいんですよ。その、つながり云々とかでも起こされるかもしれないし、じゃあ外交をしていた、例えば雅子様はね、もともと外交官なんですよ。で、あの人も、睡眠薬を飲まなければ眠れないような状況になってたんですよ。だから、海外の裏側の人たちとのこういう云々でつながり、電波によってつながる、されてしまうことによって、あちらが起きてる時間帯に自分も起こされてしまうような現象もあるかもしれない。それは僕はメジャーリーグとかの勝ち負けとかも取り組んだりとか、例えば松山英樹とかゴルフの錦織圭とか、まあ、松山英樹は世界ランキング1位まで僕の方で持っていきましたけど、もちろん本人の努力もいりますよ。本人の努力もいりますけど、僕のサポートがなかったらまず無理ですから、世界ランク1位なんか。そこまで頑張れる人間がなかなかいないし、仕組み自体を理解してる人間いないんだから、法律の両面で神がかり的な力。だって説明できてないんだから、この人分かってないなっていうことが露呈されるだけだから、明らかにこの人の方が分かってないなっていうことが僕は分かるだけ。一人でそんなにたくさんの試合数とか取り組んだことあるのって。ないでしょって、プロ野球選手もって。サッカーの試合から何から何まで。オリンピックとか。じゃあ、誰のおかげで稼げたんですかっていうことになるんですよ。だから年収500万円以上から本当はお金持ちなんですよ。本当に。ものすごい。ほとんどの人は年収500万なんかまずなかなかいかない。そこまでいったら大体長時間労働させられてる。まあまた今さっき。それやったら週刊も本当のこと言うわっていう何かね、昔誰かそういうようなこと言ってた、海老名さんだったかな、そういう人がいたんですけども、週刊株式会社自体が冬場だけの仕事だからやっぱり人がコロコロ変わる、だから週刊のごく一部分を知ってこれが本当の話だと思ってしまった人かもしれないし、どこからどこまで話を知っていたかによってこれ人によって本当のことが変わってくるんですよ。
まあ、エシロン語学の話をしたから、今言った一言でも僕の方でどういうような言葉 を聞こえてきたかって言ったら、あっちでは経済原理って言ってるで、で、経済原理のやつはこっちに入ってこいとか、なんかそんな、僕の違う人の声ですよ。そういう声が聞こえてるんですけども、その辺のところ法律に当てはめて地方交付税法の話までして公務員の人たちの状況とかまで言ってるのにその辺のところを理解できてないんじゃお話にならないですよねって。でその人たちの会話ね、だ経済側とか何もないんですよ。もともと経済はもともとこの国にあってルールは法律であってもともとそんなに、簡単な世界じゃなかった。そこに持ってきて世界中での、先進諸国での、出生率の低下、こういう形で生まれてくる人たちの数が、その状態でもうほぼほぼ民間企業終わりですよ。だから最後借金背負わなきゃならないかもしれない役員さんたちがね、社長とか、だから代表取締役とか、もう昔からある話ですよ。だそこでコンピューターがどんな稼働の仕方をするのかとか、正直そのスポーツの勝ち負けとかの遊んではならないルールとかも変だなって思ってるんですよ。それって強制労働と同じだから、そのルールがなぜ出来上がったかっていうことを高橋さんは、考えられましたかっていうことなんですよ。秀樹さんと置き換えてもいい。だから第二次世界大戦があったから本当に労働力で、建物を作り直したりとか工業力だったり農業とかそういうものを頑張らなきゃならなかったから遊んではならないルールを作ったのかもしれない。わからない。日本が作ったのか海外が作ったのか。だからスポーツの世界はまあその辺のところがかなり重要視されてるんですけども、それは言葉の組み上げとルール法律によってねじ伏せれます。言葉の組み上げイコール法律ですから、ある程度のこと話したら、コンピューターの物分かりいいから、あと受けた、言葉を聞いてる普通の一般人で、裁判官ぐらい、僕の、だから訴訟内容でね、なぜ棄却されたかって言ったら、上げてきてる件数がむちゃくちゃ多いし、大きな話が多すぎるんですよ。だ裁判官としても本当は一件一件、上げてほしいっていうところで、で、この法律のこういう部分で相手は違反してるだとか、そういうふうな、文章の書き方してくれなかったらこちらとしても対応しにくいっていうのはそれは分かるんですよ。今から僕がホームページにまあ何ヶ月かかけて上げていく文章の書き方、文章の書き方というよりも六法全書のまあ一部を抜粋したような形の書き方になるんですけども、その書き方したらその法律名とか第何条のあとまあ日本国憲法の何々だとかのそういうところの違反に当たるだとか、丸一は丸二はとか、六法全書第一条、例えば日本の第一条とか、その後に、小さい字で書かれてる部分があるんですけど、あの辺のところの、まあ、僕の件に当てはまりそうなところとか、ダーってこう、抜粋していく。それをしたら、それだけで、100枚は絶対超える。多分200枚を超えるんじゃないかなっていう見通しですね。小さな文字でも。10.5 の文字でも200枚以内に収めれるかどうか、そこへ僕のやられてきたことの内容とか、書き足したらどんなページ数になるか、また相当お金いりますよ。だから裁判所の裁判官が棄却しただけで、その間違った認識によってなのか、例えばね、上夏実の子供の頃の声で、おーい、おーい、おーいっていう声を延々と聞かされるんですよ。それ警察への通報で何とかしてもらったんですよ。で世の中どん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 複雑になっていくだけで、あんまりいいことない。もっとシンプル化した方がいい。いらない法律もたくさんあるから、人材派遣業法とか、日給不合できたか、いらない、いらない。経営者に都合のいい法律ばっかり。そんな法律残してるから、新しく出店だろ、なんだろうって言い出す人たちが存在するのであって、それ違うんですよ。で、さっきは車の音とかも聞こえますけども、一応ね、これ撮影しておきます。防犯カメラ。これだけね、いろいろあったんだから、普通そう。あ、やっぱり車が来てる。で、車のドアの閉め方とか、やたらと大きな音で閉めよう。で、それを、一行為なのか何なのか、挑発行為なのか。けど、前にそれやられたら、それはこっちも交代で、いろんな人間がそれを行ってたら、それは裁判妨害として受け止めるし、
法廷でもね、そういうふうな内容がたくさん上がってきたときに、また足音するでしょ。今日も最初の方、録画していて、結構足音とか喋ってる声でも聞こえていたでしょ。ここの住居人じゃない人間とかが出入りしてる、そこが大きな問題なんですよ。住民票に住所のある人間じゃないの。ずっと総額を言うんや。もしかしたら僕はいろんな音声聞かされてるのは、ここの住宅にそういう連中が来てるから聞こえてるのかもしれない。それで不眠にさせられてるのかもしれない。その可能性十分にもありますもん。だって、ハーレム整骨院におかしな連中とかが来た時に、電波での音とか声とか聞こえてこさされたりとか、冷蔵庫のところとかから。冷蔵庫に問題はないんですけども、冷蔵庫の向こうの壁のあたりなんですけども、本当はね、そんなところコンセント引き抜いても全然変わらない。だから私を強引に、そういうやつらに対して戦わせようとしたのか、粟井圭介を被害者側にして、そいつらを退治しようとしたのか、もともと、晴山整骨院がそういうふうな電波、働いてた勤務者が、音とかで攻撃するとか、そういうこと平気で言ってましたから。痛くするとかね。だからそういうことは言っちゃダメだし、僕からはそれ言ってないですよ。もうそれは、集音できてるし。僕が病院って解決するような話じゃないんですよ。誰も来なかったらいいの。簡単。で、警察庁機能と呼ばれているこの機能っていうのは、多数の人間に責められたこういうような嫌がらせをね、1日に、200件ぐらい、嫌がらせを被ってきた人間とかは、そこからもう実際中も自分の目で確認してますもん。人間がたむろしてるとか、うんぬんのところ。で、その辺歩いとっても、ね、ここの近所とかに、ちょっと離れたところの町の連中とかね、来て、こっちに挑発行為とか、威嚇行為とか、ストーカー行為違反をしてくると。つきまとい行為だから、その辺の道であってもストーカー行為違反になるんですよ。それ分かってるのか分かってないのか。で、多くの人間はそういうふうなことを集団で行ってしまった以上、あと、晴れの整骨院で集まるような、部分と、あとテレビ局という形で集まってしまった人たちも、昔それでアウトになってますし。だから会社に入ってしまうことによって、自分の生活とかがかかることによって、例えば家を買うことによって、そのローンとかでね、会社の役員としてもそうなんでしょうけども、お金がかかることによって、人間性を失ってしまうっていうのは、これは昔から多くの人たちに見受けられる現象であって、そこに金じゃないよっていうような生き方をプラスしなかったら、絶対道間違えるんですよね。道っていうのは、その辺の歩いてる道じゃなくて、生き方のことです。それが後で大失敗になる。その秀樹さんなのか、プレイヤーの秀樹さんだと思うんですけども、その高橋英樹さんが、役者の高橋英樹さんだったとして、ただもうかなり高齢の方でしょう。だから、その方が、正しい判断今でもできてるかなって言ったら、僕は無理だなって思います。例えば、総理経験者であった、僕と会ってしっかりいろんな話をしてくれた人なんですけども、総理になった人たちの中で一番面白かった人は、実際会って話し合って、麻生太郎さんでしたね。秀和株式会社の北神戸店、2000年から2001年ぐらいの頃の勤務地か、2001年から2002年の勤務地に会いに来てくれて話をして、で、一番面白かったですね。鳩山由紀夫さん、邦夫さんとかは、違う意味で、他国云々関係との話でしたね。中国のことどう思うとか、そういうふうなこと聞かれて。お互い仲良くするべきだと思いますっていうことを、述べたりだとか。あれ
倍晋三さんはね、その意外とそんなに多くのことを話してないんですよ。何かこう見たことを話したような、まだ記憶は戻ってないだけかもしれませんけども、菅さんだったと思うんですけども、僕は20歳ぐらいの頃フルーツラパークで勤務してる時に、解決方法がないんだったら政治家を目指すべきではないと、そういうことを政治に首突っ込むのはやめておいた方がいいと、後でとんでもないことになると、まあ、そういうことを教えに来てくれましたね。いっぱいいろんな人たちと会っていろんなことを話しましたし、もうお亡くなりになりましたけども、石原慎太郎さん80代前半でお亡くなりになられてますけども、世界一長寿と言われている日本人の平均寿命が80歳か81歳ぐらいですから、82歳には届いてなかったと思いますね。でもその数字の引き上げ方が第二次世界大戦とかで死亡届とかは回ってきてないから、そういうふうな年齢になってるだけで、これがこの世の中の実態であって、多くの国の人たちのその平均的な寿命とかを見たときに、まず100歳まで人間は生きるものじゃないっていうことぐらいしとかおかなきゃならないよって、自分の今まで身の回りの人たち、おじいちゃんおばあちゃんとかでいましたって、みんないないでしょほとんどの人はって、嘘なしでね、本当に100歳以上生きた人、テレビに出てる人たちは、人たちは違いますよ。以前の VTR で、今の年齢換算で、その当時の時の VTR を出してきて、その当時ね、撮影した時70代の人だったとしますよ。その人を20年後に同じように VTR 出した時、97歳とかで表記しますから。これが今のテレビ局は。昔からそうだったかもしれない。それ見て、100歳の人いますよとか、97歳の人いますよって、もう、見てる方の人たちがまず勉強しなきゃならない。テレビ局はそういうところだっていう認識をまず持っておいて、実際自分の身の回りでそういう人がいたかどうか、それで判断したらいいって。今ね、高橋英樹さんの声で病院行くわっていう声が聞こえてきたんですけど、病院行くイコール解決するじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。それはどの時間軸のもうエシロンのこと言っちゃったから、いろんな声が聞こえてくるんですけど、これ僕が言ったから毎日朝黙ってますよ。だけど聞こえてくるんだもん。ね、非人道的な虐待行為だから、こんなもの違法行為に決まってるじゃない。科学の世界が法律守ってないんだから。本当はリーガルなんとかっていうソフトがあるから、裁判に照らし合わせて、彼が被害者かどうかっていうところは、コンピューターの判断が効く。で、何かを淡井圭介のせいにして、それがコンピューターの判断によるものなのか、人間の判断によるものなのか、はっきり簡単なことで作動するから、そのさっきの警察官の例ね、ちょっとしたことで、いや僕たちが来た時にはいなかったよって言っただけで、そういうふうにね、見させてもらえないようにされたりするんだから、僕は違法通報をしたような形でコンピューターを受け止めたのかもしれない。警察官はそんなふうな形にしようとは思ってなかったかもしれない。こんなに難しい世の中を渡されたら、みんな対応なんかできないよ。まあこれはこの世の中の現実ですね。以上です。これがまあ、高橋英樹もしくは英樹と名乗ってる方への、まあ、メッセージあり、まあ、我が天下とか我が天下戦国本部とか、まあ、多くの社会人の人は理解してほしいですね。そういう世界であると。で、電波が聞こえてないからといって、何か声が聞こえてないからといって、その人がすごい人かっていうと、すごい人が聞こえてくる立場になるから、これは神がかり的な力云々もあって、未来から見てる人に見られたら、やっぱこう聞こえるから、だからその辺のところ、理解できてるのかどうか。あと、伝える方がしっかりと伝えるだけの能力を持っているのかどうか。そこなんですよ。そうじゃなかったら違う内容を聞かされるから。もともとこれはいくつか条件があるんですけども、普通に会話していたときに、僕はね、別の人と、仕事しながら別のことを会話していて、横から何か言われたときに、正確にものを聞こえるかって言ったら、受け止められないでしょ、多くの人は。他の人もそうでしょ。絶対そうでしょ。何か忙しくて、あれこれしながら、こっちはこっちで、別の人間と、いろんなこと話してるときに、横から話しかけられたら、ちょっと待ってて、わからへんからって。後で聞くわ。
ってなるでしょ。みんなそうだから。違う内容が聞こえてきても、人間の頭の中で、音声がこっちとこっちから違う内容を聞こえたときに、脳の中でその内容を正しく処理できるかっていうのは無理ですもん。もともと。だからテレビ出てるときに聞こえてきた内容は正しいかって言ったら絶対そうじゃない。だコンピューターの世界は電波で脳へアクセスできるから、僕は字幕を読んでる時に、その字幕の内容が時間軸を超えて現場の方に伝わっていたりするんですもん。じゃあどっちが主導権先なの、どちらが先に主導権握ってるのっていう話になるじゃないですか。未来の人間の方が上位なのか、昔の人間の方が上位なのか。上暗いとかいて上位ですよ。わからない。これはコンピューターの性能は、時間の経過とともにスーパーコンピューターは能力を上げていくものですから、経度不学じゃ全然違いますし、どちらの方が力が強いかって言ったら、それもわからない。で、僕はあれこれ喋ることによって神がかり的な力っていうのはもっと明確になって、他の人間とかが喋ってる内容、エシロンとかはずっと拾い集めてるから、神がかり的な力の現象とか大きくコンピューターが長けてるっていうのはよくわかるんですよ。だからこの世界をもうちょっとシンプル化しなかったらやっぱり無理ですね。だから病院ってどうこうじゃないし、病院の医者自体に実力はある、ありそうかって見るとそんな人間一人も見たことない。医者っていうその肩書きを持っていて適当に薬出してまあお金稼いでるなっていうふうにしか見えないから、精神病院の医者はね。全員が全員じゃないですよ。実際にその睡眠薬だけを出してね、その精子が生産される。先ほどちょっと録画の時間がなくなったんで、続きを撮影してもうこれぐらいで終わりにしたいと思います。もし高橋英樹さん、役者さんの方だとしたら、僕もあんまり詳しくは知らないんですよ。その、やっぱり世代が、年齢差が20歳とか30歳とか超えてしまうと、やっぱり世の中もう誰もそうだと思うんですよ。よくわからないっていう。まあそういう状況ですね。その、まあ最後まで仕事ができたっていうことは、その人の人生にとって、同じ仕事ができたっていうのは良かったんじゃないかなとは思います。で、もし、まあ、娘さんの高橋真麻さんが、秀樹という名前でプレイしていたりとか、高橋秀樹と名乗って僕にコメントしてるんだったとしたら、もっと腹割った話しなかったら、まず無理、本当に。で、詳細とか長文になってるでもいいから、こと細かに、記載しなかったら、わからない。どれぐらいのことが分かっているのか。もうどこ見ても同じ。どう言ったらいいかな。偉いとか偉くないとかそういうことじゃなくて、もうみんなね、もともと自分の人生に置き換えてみたら分かると思うんですけども、友達とかね、3人以上作れたりできます。仲の良い友達。無理でしょ。時間的にこれ無理になってくるんですよ。働いていたら。継続して連絡を、受け答えする人間。例えば、結婚とかしたら、もうその人とか家族の範囲でとか、大体の人はそうなるんですよ。友達のところまで回らない。だから、複数の事業を抱えてる人たちの方がやっぱり大変だなって思いますし、こんなに多くの事業手出したらもうどうしようもなくなるでしょうっていうような、そんなにたくさんいろんな仕事を全部覚えて法に照らし合わせて失敗しないように全部できますって、もう会社の登記簿でね、目的のところにもともと10ぐらいの項目で収まってたのが、もう30、40、50も超えてきたら、ああ、もうこの授業絶対無理だって思いますもん。関わったら大変なことになるって。無理だって、そんなにたくさんいろんなこと覚えられへんって。いろんなこと覚えた人間、その一つ一つの仕事のこと覚えた人間が役員にならなかったら無理ですもん、わからないから、現場のことは。だからどうしても世の中ってなんとなくで成り立ってるんですけども、だけども、我々の世代で、
エネルギーの残存量問題と少子化問題なんとか解決しなかったら、これ大変なことある。本当の人口は全然違うんだから。でそこを持ってきて、こういう少子化だから、世界中どこも。なのにエネルギーの消費はずっと拡大していた。だから発展途上国は今も全ての国が先進諸国化しているぐらいに思っておいた方がいいと思いますよ。196カ国ですけども、現在国連加盟国で、北朝鮮がその国連から脱退した話もなんか変でしょ。ヨンビョン島の砲撃で北朝鮮、まあ朝鮮半島の戦争が始まったんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。だってあんな古い旧型のね、固定式のですよ、戦艦の大砲みたいなの、あんなの撃って、もう昔の話じゃないですか。第二次世界大戦の頃なんか戦艦ヤマトとかは通用しなかったんですから。その後の戦争ですよ。でその後ジェット戦闘機とかいろいろある世の中で、そんなことで北朝鮮国連から、それもっと前の朝鮮半島はそのクーデター云々というか、まあちょっと言いにくい形になるんですけども、本当のところテレビのニュース、こんだけ嘘を混入させられたら、混入したらもう見てる方はお手上げ。昔からこれで、インターネットの情報もそれに合わせて変わってきたのって、無理やわこれ。アナウンサーのわけわかんなくなるでしょう。無理だと思う、みんな投げ出してしまって、ただひたすら無駄なことをしていたっていうことになってしまうから、だからそこは、これはまあもう最後呼びかけですけども、ちゃんと知識身につけて、プラス根性のある人間だけでこの世の中をこれから先物事を進めていくしかない。といっても僕も46ですからね、今年で46、来年47、そんなに時間ってあんまりないし、その河川水門開式ダム発電と蒲田発電と琵琶湖からの地下水流トンネル発電、まあ河川水門開式ダム発電プラス地下水流トンネル発電型になるんですけども、貯水量はね大体どこの場所も100万リットルを超えます。大体のところはね、普通の河川のところは大体奥行きがこうだいぶ先のところまで貯水できるようなところを選んでポイントにしてますんで、もう設置する場所のね設定を。なんかやっぱり水圧すごいと思いますよ。三峡ダムの放水とか見たら分かると思いますけども、あそこまでのその貯水量はまずなかなかほとんどの河川では、作れないんですけども、まずないと思いますね、同じ貯水量は。ただ分からないですよ、すごくなだらかにずっと続いていく河川とかって、じゃあ三峡ダムの貯水量は半分以下の時と比べたらじゃあどうなのとか、そういうところだって。もともと三峡ダムも河川の途中にダムを作ってるようなものですから、もうどこもダムもそうなんですよ。だからまあそういうものを作って後の世代の人たちにバトンタッチできたらっていうところですね。だから僕は生きてる間に日本海地下水流トンネル発電が出来上がって、どれぐらいの発電量があって、その時に人口がどれぐらいで、どれぐらい の節約が行き届いた社会であって、みんな電車バス等で、移動する世界になっているのかどうかとか、あ今小林親の分かったっていう声が聞こえてきたんですけども、それ昔言ったと思うんですよ、僕は若い頃の声で聞こえてきたから。多分エシロン語学の話をしてしまっている以上、僕は二十歳ぐらいの頃フルーツラパークで言ってたエネルギーの存続問題について分かったで、テレビに出たアナウンサーは海外への、撮影とか行ったりしたら多分僕のことだから文句言うっていうことは言ってたと思う。だからフリーアナウンサーとかなった時に海外へのロケだのなんだのっていうことで言ってる人たちは多かったんですけども、途中からテレビ局ももう一度昔と同じ方針で海外への、ロケとかはなかなか行かないっていう形になったでしょう。一つの国がそれし始めると世界中は行ってしまうでしょう。だからこれね、じゃあスポーツはどうなのっていう話になるんですよ。もう、まあ、もうこれぐらいにしときましょうか。もう話長すぎますんでね。もう本日も、話し始めて、20時、42分で。これは病院行ったところで解決できる話じゃないっていうことを理解してください。解決できるとしては裁判所とか、そういうところですから。
精神病院行け云々のところに関して、エネルギーの残存量問題とか本当に分かってるっていう話になるんですよ。で、医者がどれぐらいダーティーな仕事だったか分かってるって。警察官含めてね。だから一部の警察官は、ちゃんと正義感を持っていてね、物事の分別っていうのをつけれる人たちが、それにはいらっしゃるとは思うんですけども、この間、道でね、後ろからあれこれ言ってきた人間で、今から思い出したらね、左手にいた人は、宝塚歌劇団かな、あの関係者のグループの役員だった人間。で、もう一人の人間、その隣に並んでたもう一人の人間はどこの誰かわからないですよ。わからないんですけども、僕より年上の女性で髪の毛染めてる人間で、僕に向かって、ギャー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 言ってきたと。で、まあ、兄さんもこの人たち言ってきたなと。で、神戸地裁に書類を出しに行った時に何回も現れてるから、訴えられたら困ることでもこいつは持ってるんちゃうかと思って、あったんちゃうかと。で、まあ、行くだけ警察署に言いに行って、で、別の人がね、通報してくれていて、別の通報ではこういうことを、彼と同じことを言ってきてるって、警部補の人がね、それ聞いて、で、そこでね、制服組じゃない警察官じゃない警察の人たちがね、こういうこと言ってたんですよ。入れてまおうって。僕のことじゃないですよ。女性2名のね。精神病院に入れてしまおうっていうことだと思うんですけど、僕はそこでストップをかけました。違いますからって。それされるとっていう話なんですよね。もうもっと単純なところからでいいですからって。いいですかって。東京ドームだってあれ建設費用いくらか知ってますかって。848億円とかそれぐらいかかってるんですよって。で、この街では阪神・淡路大震災があったでしょって。で、その女性も何かイラついてたみたいですけど、そんなにもうみんな人生うまくいかないからって。それまず教えてあげてくださいって。もう今更あんなことがあって、近辺の年代の人たちはもうみんなアクトだから無理だからって、ほぼほぼ。9割以上の人は。だから、残念だったのは、警察官の人はね、結局すぐに入れてしまう、警察官じゃない、警察の人はね、すぐ入れてまおうとか言ってしまってた。だから、警察官じゃない警察の人の方だから、給与はどんなものなのか僕も知らないんですよ。だから、そういうふうなところで何人精神病院に連れて行っただろう、なんだろうっていうところで、給与が上がっていったりするのか、ボーナスが増えているのか、これ物事逆に見なきゃなんないんですよ。精神病院にたくさん連れて行った人間は解決能力はないって思ったらいいんですよ。そんなに健常者として生まれて、そんなにめちゃくちゃ悪いことする人間ってまずなかなかいないんですよ。で、人間だからある程度ストレスとかあるから、ある程度怒ったりするっていうのは認めなきゃなんない。それよりも眺めて、一体何があったんって、別に精神病院とか連れて行かへんからって、もう言いたいこと言ってくれたらいいからって、それ言えるような人間にならないと、警察官だったら。警察官を目指すんだったらね。で、警察官になったからには、しっかりと事情を聞いてあげなきゃなんないし、それは人手がいる。だから、その辺のところで地方交付税法の話と矛盾がしてくるんですよ。だから、どうしても世の中として。みんなちゃんと話したら、世の中の実態とかわかるから、そんなに、一番おかしなところは、高い建物ばっかりがずっと建っていってたでしょ？高速道路もそうですけども、たくさん増えて。余計なことでお金使ってるから、みんな消費税上がっていったんだから。そういうまともなことを、簡単に、もともとみんな知ってたはずですよ。そういう簡単なこと。そういうところの原点に立ち返って、物事考えなきゃならない。で、多くの警察官が、いまだに、官房長官がサボってるのが、官房副長官は助けに来てくれましたけども、この間。いや、だから日本中の警察官の人たちに、精神病院の異常な、入院費用の請求としてることの異常性とか、その辺のことを教えて、そいつらと組んでたら我々も共犯者であると。そういうことをしっかり教えなければならない。いや、もうそのことに抵抗してる警察官いるんだったら、それこそ君の名前と住所と電話番号を世間にさらしなさいよっていうことになりますから。警察官も警察もですよ。
けど別にその人たちを僕トラブルをしたいわけじゃないんですよ。全然違うんですよ。理解してほしいんですよね。だからその里親の人にね育てられてる子でね、将来税理士目指すと。で勉強もしてるんですよ、その精神病院で、ね、あの里親にあれこれ言って、その税理士になるためのね参考書とか持ってきてもらって、でもう一人は東大目指してる子で、兵庫高校出身の子で一浪していて、両親が二人とも、教師でいられてるんですよ。で誰でも彼でも連れてきすぎなんですよ。この子らものすごい頑張ってるじゃないって、その里親に育てられる子は実際母親生きてるらしいんですけども、里親に育てられてるっていうことを言っていて、でうどんばっかり料理で出されると、で自分うどんばっかりだったら嫌だから自分で、コンロとか使用しようとしたら怒られるって言ってたんですよ。でその里親とトラブルになってるんですよ。そう怒るでしょ、普通だから。怒って普通なんですよ。警察官もそれぐらい分かってあげないと、で親を指導しないと。ちょっと君里親だけども児童手当とかどうしてんのって、何をお金使ってるって、1ヶ月のレシート全部出してみって、持ってきてって、もしなかったらもう今からの生活でもいいからって、そこでちゃんとした生活をしてきたらそれで金額も出てくるか分かるから、節約してるかしないか。でただもう税理士の世界は難しいですけどね、その結局会計士の人たちとかも、まあ、この間ね、ニュースになってた副大臣の人、まあ、昔も流れてたような気がするんですけども、まあビルのオーナーになってしまったんじゃないですか。その個人会計事務所を出したぐらいで副大臣の収入があったらあれぐらいの家賃とか払えるでしょうし、だから税金の滞納があったっていうことをテレビのニュースで放送されていて、3000万ぐらいですかね、副大臣だったら年収。だからだからもうどこのところ もうこういう人口のね生まれてくる形になってしまった以上もうどこも無理があるんですよ。だからどこかでみんな割り切りを持たなかったら無理なんですよね、この世の中。ただただひたすら苦労だけが残る社会になってしまうから。だからまあそういうことを理解してもらえたらなと思います。だからね、金に来るって金稼ぎしてる医者見つけたら、お前らちょっと法廷にっていうようなね、人間ばっかりになったらいいんですよ。そしたら懲りるから。で、社会でね、ちゃんとテレビ放送されると、ニュースで。本当の話の方をね。以上です。皆さんご協力ご対応のよろしくお願いいたします。もうこれぐらいにしておきます。ずっと永遠に喋りそうなんで。